大丈夫大丈夫、まあ、全然あの鳴ってないんで、あえでだけなんで。吉田さんが好きってこと。どうもバビロンです。そーりゃおりゃー、はい、はい、今日の企画はソケームマッサージ耐久対決。出ました出ました、またお邪魔しに来ました。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回のですね、はい、あのソケームマッサージがめちゃめちゃ評判良くてですね、はい、良かったと、はい、ある一定の方々からめちゃめちゃ知っておりまして、はい、僕のあのツイッターのフォロワーもめちゃくちゃ増えてる、はい、ソケームマッサージであの結構 DM が来たので、はい、僕もちょっとびっくりしちゃったんですけど、はいはい、あれのおかげで、はい、その動画の再生時間も結構伸びたんで、ね、そうですね、結構伸びました。僕たちにしたらもうすごい伸びた。いやすごい、はい、ソケーム、はい、ソケームで今回はちょっと対決させていただこうかなと思って。わかりました、はい、僕とちょっと千葉とちょっと、はい、今日王ちゃんっていうもっとちょっと小太りなやつが、はい、いましたけどね、いたんですけど、今日ちょっと犬の散歩で来れないってことなんで、そうですね、はい、ちょっと犬はまあ犬散歩大事ですよね、大事なんで来れないってことなんで、はい、今日はなんか吉田さんにちょっと助っ人をなんか申し出対決なんか用意してくれたってことなんで、はい、はい、これ強敵です、強敵ですか、強敵レジェンド、レジェンド、強敵レジェンド、強敵いますかこれ、いやソケームの鉄人と言われてます、ああソケームマジですか、ソケーム OB です、OB、ソケームの OB、部の OB、ソケームの OB、部活ですから、はい、では三所さんよろしくお願いします、いやすごい、OB、ソケーム OB、ソケーム OB、ソケーム OB、超レジェンドじゃないですか。すごい、今日はすみません、よろしくお願いします。いや実は俺もミートさんとつながりがあって、はい、おあの一時僕あのアームレスリングをやったことがあって、はいはいはい、その時にあのミートさんのお宅にアームレスリング台とかあったんで、そこにお邪魔させてもらったり、はい、あとご飯とかもね、そうですね、はい、連れてってもらったりしたんですよ。あと一緒に道場行ったり、道場行ったりも、はいはいはい、めちゃめちゃ恩師なので、僕もちょっと緊張しておりますけども、はい、確かに、はい、今日は対決ですね、恩師と対決ですね、対決と対決、ソケーム対決、はい、ソケームですからね、ソケームです、アームレスリングだったらもうコデパでやられますけど、いや、まあ確かに、ソケームだったら僕勝つ自信ワンチャンあるかもしれないです、はい、ソケームの OB の、OB の、OB の。はい、あのマッサージ試合もちろん、はい、我々が吉田さんで、はい、私は公平に、はいはい、でルール的にはちょっと説明よろしいですか、はい、はい、あのルール的にはですね、ちょっとあの、はい、ソケームゲーム性を持たせまして、はいはい、まずあのソケームマッサージ吉田さんにしていただいて、はい、それでこの笛をですねこうピッと鳴らすまでのタイムトライアルというか、はい、なるほど、もう早く鳴らしたら負けと、負けです、なるほど、耐えればいいってこと、はい、耐えれば耐えるほど、まあ、勝ちにつながるってことです、はい、分かりました、じゃあ早速やってみましょうか、早速、はい、はい、やってみましょう、お願いします、お願いします、お願いします、どうやってやるの、もうどっかの事務所に連れてきたみたいな、はい、どうやってください、はい、行きます、はい、よーいスタート、じゃあまず足技、はい、あ、まだいけそう、まあね、足はね、はい、結構なんだよ、しっかりと際までね、しっかりと、あ、でもやっぱ、でもね、これ普通に気持ちいいですからね、あ、気持ちいいですよ、この何、はい、声もないよ、声もでもやっぱ足技だいぶ、あ、これでまずね、この中で、ね、はい、しっかりほぐして、いや、あ、でもいいですよ、うん、とりあえずストロークして、はい、足、手技で、あ、お願いします、なんか落としませんね、いや、もう気のせいですか、うん、今まだ何もしてないからな、まだ何もしてないです、だんだんこうね、やっぱり、ね、手をつけるまでしっかりケアした方が、はい、やっぱいいんでね、だからこうだんだんこうこういう風にだんだんとあ、おい、声出すな声出すなよこのしっかりとあ、いいっすね、これをしっかりと、ね、ああ、まあでも普通のマッサージですからこれ、ああ何も特別な
言いてーって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 吉田さん、なんでどれぐらいタイムは、俺の時だけ強くやってんでしょうよ。まだわかんないよ。何これ、1分17秒。あ、1分、まあ、でも、まあ、まあ、でも1分経ちましたね。まあ、一応ちょっと、おまけでやっといた方がいいんじゃない。いやいや、もう笛加えなくていいから。むちゃくちゃ普通にこれ歌ったら、こう、なぜこう、ボケしてるやん。ボケしてる、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 なんかただ元気になってる。Thank you.